はい、よろしくお願いします。はい、まず最初の質問なんですけども、監督さん今回がデビュー作というふうにちょっとお聞きしておるんですけれども、まあ特にその今回の作品で意識されたこと、もしくはまあ監督さんの中で一番こだわった点っていうのをちょっと聞かせて、またなんか。そうですね、まあ、コンテを書いたことは、コンテ演出みたいので、まあ、前に1本、30分ものをやってまして、まあ、それがあったんでね、今回も、まあ、もう今回はまあその作品1本っていうところで、トータルになんか、シナリオからその関わって、話を作るっていうところからやって、最終的にまあフィルムまでっていう非常に長い道のりだったんですけども、その中でもすごいですね、気にしてたのはその一つの作品としてきちんと、70分なり80分なりっていうのを一本の作品としてなんかこうまとめるっていうのがやっぱり、初めてでしたし、それをなんか気にしてはやっていたような気がしますけどね。すいません、なんかあんまりまだ頭がうまく回らないんで答えになってないようですけどね。そうすると結構エネルギー的には使った。そうですね、なんか話を作るとこから始めて、具体的にその、じゃあ、この子はじゃあどういう部屋に住んでいるんだっていう絵を描いたりっていうところからみんなやってたわけで、そういう細かいところから大きい全体の構成までっていうのはついなんかね、目の前の作業になんかその集中してしまうんで、常にその全体を見るっていうのが、難しいなっていうのがありましたけどね。その一カット一カットね、絵描いてくるんで大変でしたね、それは。結構やっぱり作画力入れてたように思うんですけれども、そうですね、いや作画だけ力を入れるとかっていうことではないと思うんですけど、もう少しそのこのシーンはすごいぞとか、この作画を見ろっていうそのやり方じゃなくて、作品の流れの中で、見れたらいいなという、だからもうちょっとなんかシーンを取り上げてどうこうっていうよりも、まあ80分ぐらいだったのかな、80分で、なんか一つのことを言いたいなっていう、ついなんかで、ね、その派手な作画とかに行ってしまいがちなことがよくあったりするんですけど、まあ今回はそういうことよりも全体の流れとか、そっちの方を重点的にやってましたけどね。それからストーリー的に結構80分通しでガッと見ると、いろいろ見てる人が考えるっていうか、例えば、現実のそのストーリーがあって、それから、まあ、美馬自身の葛藤があって、で、さらに、まあ、バーチャル美馬がこう出てきたりしますよね。その、現実と非現実がこう、裏表というか、その場面場面で、果たしてこれは現実なのかという、美馬の中の葛藤なのか、で、バーチャル美馬が出てきたりという、その、なんていうんですかね、境目っていうんですかね。なんかそれをこう結構パッ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 という感じで、あ、これは現実だったんだ、あれそうじゃないのかなっていうのを結構見てて考えたんですけども。そうですね、そういうのはシナリオの段階から、そういうのが売りというか、そういうことをやりたくてね、手法的にも、わざと分かりにくくしてるところもあることはありますね。ただどうなんだろうな、そんな見ててわからないっていうことはないんじゃないかなっていう気はしたんですけど、まあ、もうちょっとね、最初のそのシナリオだったり、最初に考えたコンテでは、もっとなんか説明的なっていうのは分かりやすく見せなきゃと思ってたところがあったんですけど、まあ、いろいろ諸般の事情で、当初予定したものをなくすとかね、そういったことで、多少分かりにくくなってよかったなと、もうちょっと不親切でもよかったんじゃないかとなっていうのは思いましたね。説明しすぎかなっていう、ちょっとなんかね、見てる人が困るようなものにしたかったんですけどね、なんか親切になっちゃいましたね。あと、まあ、そういうストーリー、なおかつ結構カット割りも凝って
カット割られてたような気がしたんですが、やってる本人にしてみるとこれが凝ってんだかその凝ってないんだかっていうのはあんまりよくわからないんですけど、自分なりのスタンダードっていうかね、そういうのを普通に、呼吸とかそのいわゆる文体みたいなもんなんでね、それはなんか、普通にやってるっていうだけなんですけどね、そんなにあんまり凝ったことをやった覚えは、ないと思うんですけどね、その割には、まあ、作画に負担をかけてる面が、あるのかもしれないですけどね、要はこう部屋の中に誰かが一人いるっていうのを普通に描きたいってそうあるように描けたらいいなと思ってやってたんですけど、それが一番難しかったかなっていう気がしますけどね。例えば監督さんの中でこの作品、まあ多分頭の中で実写に置き換えてる、当然置き換えてると思うんですけど、いやそんなことないですよ、それはないですね、うん、実写っていうのは全然、別に頭の中で何か作るときにそんな出てこないんで、まあもともと絵描きなんでどうしても日本語で物を考えるようにね、こういうのでもやっぱり絵でやっぱ考えてるとこあるんじゃないかな。よくなんかその実写みたいなって言うんだけど、あんまりそんなことないと思うんですけどね僕。まあ、制作過程の中でいろいろあって、例えばまあ声優さんの絡み、まあ、アフレコ等々なんですけども、そうですね、ありますね。例えばまあ主役の妙をやった岩尾さんを今回主役でということで、その辺いろいろどうですかね、キャスティング的なこととか どうでしょうかねっていう、ね、まあキャスティングはなんか僕ほとんどそういう声優で、あの声をやってたのが誰でとか具体的に名前って全然知らなかったんで、ほとんどそのテープで、サンプルというかオーディションのテープとサンプルテープからまあここで作業しながらそれを聞いて、選ばせてもらったんだけど、やっぱりそんなになかなかね思ってた通りの声があるわけでもなくて、その中でねやっぱり消去法ってわけじゃないんだけどね、これじゃないよなっていうところをこうやっぱり外してて、最後にね、だんだん何回も聞いてるうちに、こう自分の頭の中で一応キャラのその顔と、声がまあ一番一致したあたりをというつもりではあったんですけど、ただ岩尾さんに関してはね、なんか一番なんかその候補の数も多かったんですよね、主役で。聞いてるうちに誰でもいいような気もしてたんだけど、こうやっぱり何回か聞いてるとね、こうぴょこっ と, こうと飛び出して聞こえるっていう感じがあったんで、どういう役をやってた人なのか全然知らなかったんですけど、この人がいいんじゃないかなっていう、それがたまたまなんか、人気のある方だったらしいですけど、あんまりだからそういうのって知らないんですよね、僕。すごいいい加減なこと言ってますけどね。まあ、この作品に関して通して、訴えたいことっていう、訴えたいことですかね。なんか訴えようっていう気はないんですけど、なんだろうな、その、さっきもちょっと話が出てたけど、そういう現実感の喪失っていうか、それをなんかこう、今足元が危うくなってて、まあ、今回だとその劇中劇と、バーチャルっていうのと、現実、一応現実として語られるものっていうのがあって、まあ、それが交錯していくっていうところで、その自分がどこに立っているのか、現実感を喪失していく。そしてしていく感じっていうのを、まあ、ずっと書いてるんですけど、それでだからそういったものを、なんでしょうね、自分の中でこう超えて私はここにいるっていうことをこうきちっと取り戻す、そのためには誰の助けも借りられなくて、自分で乗り越えるしかないっていうような、そういったようなことなんじゃないかな、訴えたいっていうかね、こうある時期不安定な、例えば社会人としてこう出てったりした、こう最初はね、なんかいろんななんかこう一人暮らしでね、刺激とかね、自
分は働いてるんだみたいな実感で、なんかこう何年かは済むと思うんですけど、やっぱりその後で何のためにそういうことをやってるんだとかっていうような、いろんななんか不安感だのなんだのっていうのが来ると思うんですよ。でなんか日常の些細なことですが、なんかうまくいかなくなっていくっていう、こう小さなことが積み重なってって、非常にこう気持ちとしてダウンしていくっていう、それをだから乗り越えるっていうのは、ちょっとやっぱり必要で、そういうのをやりたかったんじゃないかな。なかなかね、ちょっと難しいんですけどね、それを言えって言われるのがね。